セルゲイガロヤンは、アスキャップ、PRS 賞を受賞したモスクワ出身の作曲家、プロデューサー、DJ である。英語名では、セルジュガロヤンと名乗っており、アルメニア系の血を引いている。TATU の作曲家の一人であり、彼らの最初の4枚のシングル、オールザシングスー・セット、ノットゴナゲットアス、30ミニッツ、ショーミーラブの作曲とプロデュースを担当したまた、 ファーストアルバム、TATU、セカンドアルバム、Dangerous and Moving、サードアルバム、ウェイストマネジメントの多くの楽曲を作曲、プロデュースしている。ガロヤンは、キース・フリント、マリリン・マンソン、ジェニファー・ロペス、バレリア、クレア、ホールジー、アルスーとも仕事をしている。TATU のセカンドアルバム、Dangerous and Moving に携わった後、 TATU の PR マネージャーであるサーシャ・ティチャンカと結婚したが、すぐに離婚した。ガロヤンは現在、セルジオ・ギャロヤン名義のソロ DJ プロジェクトに集中しており、世界中の様々なボーカリストや作家を起用している。ありがとうございます。